はい、どうもハリウッドでございます。本日は FGO ですね、フェイトのゲームですね、5周年ということで、このアンダーザセイムスカイでいいんですかね、これのアリットリアキャスターさんが、まあ、めちゃめちゃ強いということを聞いてるんで、まあ、こっちの方の5周年記念だったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、今日ピックアップされてるのが、まあ、いろいろありますが、ちょっとね、こっちの方で、このアルトリアキャスターですかね、こっちを出るまで行きたいんで、まあ、石も500個あるんで、150連ぐらいできるんですかね。あれ？かなり引いた時は、確か、孔明狙って、出なくて、みたいなっていう地獄があったんで、それはちゃいますね。洗礼黄金期ね。目覚めた石ね。これのね、おい！あれ来たんじゃない？あれ？距離増したで。出ちゃった。10連で出ちゃった。マジっすか？あれ、10連で出ちゃった。こんにちは。キャスター、アルトリアと申します。この子ですよね。実のとこ、いやー、これはね、ほんと、スイヤーすぎますね。マジかよって言いたくなるレベルだと思ってます。この子っすよね。アルトリアキャスターだから、今のこれ、あたりだと思うんで、ちょっと、もうこれ狙いが引けたんでね。アリットアルトリアキャスターっすよね。で、それからレオナルド・ダ・ヴィンチなんですよね。はん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 。いや、ありがとうございます。キャスターがね、もう当たったんで、個人的にはもう大満足かなと思ってます。こっちの方は、正直こう、誰がピックアップされるかによって、その日に引こうかなって感じですね。で、なんかこの、ブロック分けしてるみたいな感じで、かなりややこしいなとは思ってるんですけど、自分は、九州ですね。ヘラクレスですわ。これで出てくるのが違うみたいなんで、まあ狙うのもね、どのタイミングがいいのかなっていうのはちょっとネットとかでいろいろ調べたりしようかなと思ってます。で、期間が今日から明日なんで、ちょっと10連だけしましょうか、せっかくなんで。今日は、11日なんで、あ、今日は全ブロックか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ってことは、どれが出るかわからんけど闇ナビみたいな思うってことですね。じゃあ行きましょう。全部行ってもいいかなぐらいは思ってるんですけどね。正直勝ち逃げ感がすごいっす。え？誰？メドゥーサは持ってないっすね。エレン。エレッシュ。葛飾北斎か。持ってないっすね。マーリン。はあ。このタイプのマーリンもある。ゲオル。ゲオルギウス。もうちょっと引こうかな。もうちょっと引きましょうか。結局あれは誰だったのかが分かんない。牛若丸と武蔵坊弁慶。カズのアンダールジーナ。お、ライダー、オデュセウス。演出になんか分かりますね。ケイブ姫。フランケンシュタイン。イシュタルね。はいはいはい。まあ一番熱いというか、一体仲間になったようなもんですよね。このコスは新名をオデュッセウさん、ありがとうございます。なかなかいい引きが見れてるんじゃないかと。もうちょっといきますか。あれ、クーフーリンね。これもなんか全国版みたいな感じなんですよね。
宮本武蔵かわいい。ケオルギウスは出ましたね。フランケンシュタインも出ましたね。森、ああ信長の家来っすね。森さんはちょっとそんなにいい引きが見せれてない気がしますが、このガチャを引くのが正しいのかすらちょっと僕は怪しいと思ってんすけど、闇鍋すぎるかな。シャン、ジキルハイドか。ヒロイン X ね、謎のヒロイン X、ありがとうございます。ランリクオ、読み方がわからない。聖姫かな。柳生さんじゃないですか。結構新しいカードがガンガン入ってるんで、まあ、それはそれで嬉しいですけどね。サーバント紹介じゃねえ、まあマンドリカル、めんどくさそうな感じで出てきてるのは僕は結構嫌いではないですね。これで終わろうかな、とりあえずは。またちょっとネットで見てどのタイミングでいいかっていうのを見て、もうあと1全部ぶっ込むかなみたいな感じかね。5周年なんで基本的に1はもう全部行ってもいいかなぐらいだとは思ったんですけど、かわいい初音ミクちゃんみたいですね。この聖姫っていうものかな。ハースカディ、なかなか紫式部ね、補助のやつですよね、こういうのはほとんどが。どんな世界観が、ね、かわいいかわいい、確かにかわいいのがどんどん出てくるんですけど、やっぱサーバーというかそういうのはなかなか出ないですね。はい、ということで今回はねここで終わろうかなと思います。いいキャラを引けたんで個人的にはめちゃめちゃテンションが上がってるかなって感じですね。伝説からね、これ結構やってるんですけど、ちょこちょことやってるんですけど、正直まあ僕もちょこっとですよ、ちょこちょこしながらで、今入ったばっかの子はコストもね高くないんでね、今入った子、今入った子はこれでしたっけ、違う、全然違う、さっき入った子、今仲間にした子、リアリティじゃなくて入手順か、あこの子かな、この子が結構強いと聞いてるんで、アルトリアキャスターが、まあ、キャスターが入ってバーリンなんで、ちょっとねそこはねどうかと、まあ、キャスターになっちゃうんでね。はい、ということで、フェイトでした。フェイトもね頑張ってやっていこうと思うんで、なんかいろいろアドバイスもらえたら嬉しいです。ということで今回はこれで終わりたいと思います。それでは失礼します、バイバイ。